こんにちは、春風ツアーです。今回は富山空港からホワイトホースへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は9月です。富山空港を11時35分に出発いたしますと、ホワイトホースへは同日の13時45分に到着いたします。直行便の運航はございませんので、羽田空港到着後は成田まで移動していただいて、成田空港からのご出発となります。成田を出発いたしますと、カナダのバンクーバーに向かいます。ここで航空機を乗り換えてホワイトホースに入ります。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。9月はお休みもあって混み合ってくるシーズンです。ご旅行の計画やご予約はお早めにされることをお勧めいたします。ホワイトホースでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでも私どもにお気軽にお問い合わせください。今回は9月出発の富山空港からホワイトホースへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。